8月23日発表の新規感染者数。タイ全国では17,491名、亡くなった方は242名、チェンマイ県では27名の感染者が出ています。終了しました。チェンマイ・チェンライ2都市を結ぶ道路118号線。この道路はチェンマイからチェンライを結ぶ主要な輸送ルートです。利便性とスピードの向上が期待でき、より安全な旅をすることができるようになります。下のリンクから完成した道路の動画を見ることができます。制作発表の日から10年。もしクーデターがなかったら、人々はより良い生活をしているでしょう。元首相のインラック・シナワトラ氏は、Facebook 経由でコメントしました。10年前の8月23日は、国会で政策声明を出した日だったそうです。10年経った今、政府は効果的な戦略を書いており、その結果家計の債務率は 90% を超え、賃金はほとんど変動していません。タイの不平等はさらに悪化し、富は集中して広がり、歳入は貧弱になり、財政赤字を引き起こし、天井がいっぱいになるまで借りなければなりません。それが人々の負担になります。プラユット将軍が率いるクーデター後7年が経つ可能性があります。ほとんどの人にとってそれはとても長く困難な状況が発生しています。失われた機会からやり直す方法を見つけなければならないのは残念です。と述べました。ランプーン県知事が発表。パンドラには122名の感染者がいます。工場を全体に拡大。2021年8月23日、ランプーン県は、パンドラの経営陣と共に、次のように結論付けました。現在4000人いる、従業員のうち122人のが感染していることが、分かり、感染は35部門のうち26部門に、広がっています。感染は、工場を全体に広がっていると考えられますと、工場全体で共同で病気を管理する決定に至りました。群衆は尋ねました。タイはアストラゼネカを生産できますが、なぜまだシノバックを輸入しているのですか？今のところ批判の的となっています。COVID インフォメーションセンターがワクチン配布計画を含むワクチン接種情報を明らかにした際、アストラゼネカとシノバックについて多くのタイ人がたくさんのコメントを寄せています。なぜタイの人々は両方のアストラを手に入れられなかったのでしょうか。多くの人がまだ疑問に思っています。そしてタイがアストラゼネカの生産者であるという事実について混乱しています。